Tchau. 皆さんは次の質問にどのように答えるでしょうかあなたは救われていますか今回はこの救いという概念について皆さんとご一緒に考えてみたいと思います、えー、まずエペソビデオの手紙1章の4節から5節を読み出します見舞いに清く傷のないものとなるようにと天地の作られる前から キリストにあって私たちを選び私たちにイエス・キリストによって神のこたる身分を授けるようにと身胸の良しとするところに従い愛のうちにあらかじめ定めてくださったのであるここに救いについて非常に気になる部分がありますそれは天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び という部分ですえそんなにずっと前から救われる人たちを神様は選ばれていたのもしすでに救いに選ばれている人と選ばれていない人がいるならば自分たちはどうなのもし自分がもともと選ばれていなければいろいろと救いについて希望を持っていても無駄になるんじゃないのそれならば 自由意志の意味もなくなるしそもそも何のために生まれたのか分からなくなるんだけどもこのようなただ神の選びによって救われるという概念を予定説と言いますがそれについて次の引用文から考えてみたいと思います「未知知は人々のただ中で生きるご自分の先民を愛される」これらの者たちは キリストがご自分の地という代価によって贖がられた人々であるそして彼らはキリストが引き寄せられるのに応じたので神の崇高な憐れみを通して神の従順な子供として救われるために選ばれたのである彼らに対し神の惜しみない恵み神が彼らを愛されたその愛が表された 幼子のように謙遜なもの幼子の単純さをもって神の言葉を受け入れて従う者は皆神の先民の中に入るであろうまずポイントとなるのは「ご自分の先民を愛される」というこの「先民」というキーワードですまさに漢字からすると選ばれた人たちであり神様はそのように天地の作られる前から 救われる人たちを選ばれたのと思いがちですが実はその後に続く彼らはキリストが引き寄せられるのに応じたので救われるために選ばれたという部分が重要ですつまり先民である彼らは自分の自由意志でキリストの招きに応じたという事実があるのです そして彼らは幼子のように謙遜なもの幼子の単純さをもって神の言葉を受け入れて従うものと書いてあります。彼らは救いについて自分が理論的に納得できるまでは信じようとしない人たちではなく子供のような単純さをもって聖書に教えてある神の言葉を受け入れて従う人たちで そのののな人たちが神の洗面の中に入るとあります彼らが神の言葉を受け入れて従ったのはどのような御言葉だったのでしょうかそれは天地が作られる前から人類の始祖であったアダムとエヴァがもし罪人となった場合のために神が愛のうちにあらかじめ定めてくださった 贖いのご計画についての御言葉であったことがエペソ一章の7節から9節を読めば分かります。私たちは御子にあって神の豊かな恵みのゆえにその地による贖いすなわち在価の許しを受けたのである。神はその恵みをさらに増し加えてあらゆる知恵と悟り等を私たちに賜り、 身胸の奥義を自らあらかじめ定められた計画に従って私たちに示してくださったのである自らあらかじめ定められた計画に従ってとはまさに神が愛のうちにあらかじめ定めてくださったあがないのご計画でありキリストはそのご自分のご計画に沿って完全に行動されたことが モーセの幕屋の儀式を一つ一つ研究すると理解できますそれは時の未知留に及んで実現されるご計画に他ならないそれによって神は天にあるもの地にあるものをことごとくキリストにあって一つに着せしめようとされたのである時の未知留に及んで実現されるご計画こそ 聖女の儀式で教えられていたキリストの犠牲と中保の働きに他なりませんそれはキリストが罪人の身代わりの犠牲となられるためにベツレヘムにお生まれになり人類の模範として罪のない生活をし十字架の死をもって罪人をあがないその犠牲の功績を携えて大祭司として 天の聖女に入りそしてさらに今もなお私たちのために天の死聖女で取りなしをしておられるそのご計画なのですそしてこれらの計画を信じる信仰によってこの天の聖女の儀式に参加する者たちこそ霊的な意味において現代の「先民イスラエル」となるのです。 しかし本来それは全人類に及ぶべき素晴らしい救いのご計画でした私たちは身胸の欲するままにすべてのことをなさる方の目的のもとにキリストにあってあらかじめ定められ神の民として選ばれたのであるこの食材のご計画においてあらかじめ定められていた対象者は全人類でした そういった意味で神は天地の作られる前から全ての人をこの食材によって救われる対象者として選んでおられたのですしかしながらこの救いの招きを信じて神と契約を結ぶものだけが神の民として選ばれることによって救いに至るのですこのように救いというものは あくまでもその人自身の選択によるのであって神が滅びる人と救われる人を本人の自由意志を無視して勝手に選んだのではないことを聖書は教えていますしかし一方聖書の中には神はある人がご自分の働きを担うために生まれる前から選ばれるということはあるようです例えば 予言によって選ばれていたユダ王国の改革者ヨシア王ミオダビデの家に一人の子が生まれるその名をヨシアという列王記上十13章の2節やバビロンを倒したメドペルシャのクロス大王私は義を持ってクロスを起こしたイザヤ書45章13節などです彼らは生まれる前から 聖書にその名が記されていました神がこのことをあらかじめ予知されておられたことは紛れもない事実になりますそして神は私たちが自由意志によって神の側を選ぶことを予知されることも事実です例えば違法人コルネリオのしもべたちがペテルのところに迎えに来た時これらのことを夢に見せられていたペテロが 彼らと共にコルネリオのところへ行った出来事がありました。神はこのように、すべての成り行きを、本人の自由意志の選択を尊重された上で、導かれることもあるのです。さて、今回のお話のテーマは、あなたは救われていますかということですが、救いはその人自身の選択によるということについてもう少し、 深く例えば、あがないのご計画を理解し、キリストの十字架の功績を信じて、悔い改めたとします。そうすると、キリストの許しは完全であるゆえに、その人はその時点でもう救われていると言えるでしょうか。もし救われていないというと、 キリストの十字架の許しは完全ではないんですかと言われますしもし救われているといえばそれではあなたは今後二度と同じ罪を犯さないんですかと言われるでしょうか私たちは何と答えればよいのでしょうかそのヒントは次の聖句にありますもし私たちが真理の知識を受けた後にもなお ことさらに罪を犯し続けるなら罪のための生けにはもはやありえないこの聖句が意味するところは真理の知識を受けた立場の人が罪を犯しても悔い改めれば何度でも許してもらえるからといってその後全く罪に抵抗することもなく罪から離れる意思も持たず。 キリストの許しを乱用しあえて罪を犯すことを選び続けるならばそれは神のあがいのご計画を軽視して十字架の功績を無効にする状態になります。これは非常に恐ろしいことであるのが次の聖句からわかります。神の子を踏みつけ自分が清められた契約の血を汚れたものとしさらに 恵みの御霊を侮る者はどんなにか重い刑罰に値することであろうこのことは特にキリストの犠牲の贖いのご計画を理解して神と契約を結んだことのあるクリスチャンに問われることですなぜならこれはある意味キリストを何度でも十字架につけても自分は構わないという精神を表しているからです さらにここで一番問題なのは恵みの御霊を侮るという行為ですこれはどのようなことでしょうか実は恵みの御霊とは私たちが罪を選ばないための助けを神に祈り求めるときに与えられる罪に勝利するための精霊の助けになりますこれが神の契約の中に含まれているのです だから私たちはこの精霊の助けによりたとえ生まれつき罪人であっても意思を正しく用いて精霊の助けに寄りすがることによって罪を犯さないで済むことができます。例えば自分の自堕落な生活によって多額の借金を抱えた人が返済に困り家族や知人に返済の肩代わりをお願いして断られていたところ 見ず知らずの人がそれを全額支払ってくれたとしましょう借金を返済してもらった人はとてもありがたく思いなぜ他人の自分にここまでよくしてくれるのだろうと恩義に感じ相手に対して申し訳ないと思うと同時にこの人のために自分ができることを探したりするのではないでしょうか実ははこれは キリストのの十字架の許しののの恵みを厳粛に感じじる人の精神と同じなのですしかし赤の他人である自分の負債を負ってくれた人を「ああいい金づるができた」と思ってその後も繰り返し借金をして返済の肩代わりをずうずうしく迫るならばそれは本当に恩知らずで相手の行為に対して感謝の気持ちも申し訳ない という気持ちもし私たちがこのようにイエス様の十字架の許しを軽率に受け止め罪を犯しても謝れば許してもらえるからと罪に抵抗することもなく自分の欲のままに簡単に罪を犯してしまうのならばイエス様の流された 十字架ののの血潮の功績を踏みににじるることになるのですつまり救われているとはキリストの罪を清める契約の血によって悔い改めた罪を許された人が神への感謝と罪を嘆き悲しむ気持ちから日々精霊の助けによって神の側を選び続けているという状態を表しているのです。 言い換えれば神に許された時の清い状態を少しでも継続するという自分の意思を働かせているという状態なのですさらに自分の意思によって神の側を選び続けている人は常に罪との戦いの中にいますそれは心の中から沸き起こる罪に属する思いや 自分の外から影響力を及ぼそうとする誘惑に抵抗するという戦いですしかし本来この戦いには勝利が約束されていますそれは神の契約の中に与えられる助け主精霊の力です精霊は私たちが罪を故意に選ばないように 私たちのの心を守り、導いてくださるのです。つまり罪人という事実はあっても神の側を選び続けている人は精霊の助けによって罪を犯さないように生活が変化していくのですこのことを「聖家」と言いますが聖書ではこの「聖家」に預かっている状態を「 精霊の松韵を押されると記しています。あなた方もまたキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また彼を信じた結果、約束された精霊の松韵を押されたのである。この精霊は私たちが神の国を継ぐことの保証であって、やがて神につけるものが 全く贖われ神の栄光を褒めたたえるに至るためであるこの聖霊の証印を押されている間は罪を故意に選ぼうとしなくなるほど徐々に品性が作り変われていきますもちろんその間私たちの心の内に激しい戦いが生じるわけですがその中で罪を選ばない経験を重ねることによって私たちは 罪に対すするるる勝利を重ねることができるのできのそして神はそのような生き方を諦めずに続けている人に対して神の国を継ぐ保証をお与えくださっておられるのです。これがすなわち救われたという状態なのです。そしてこの状態を維持することで確かなものにすることがクリスチャン・ライフなのです。 兄弟たちよ、それだからますます励んであなた方の受けた飯と選びとを確かなものにしなさいそうすれば決して過ちに陥ることはないここにますます励んであなた方の受けた飯と選びとを確かなものにしなさいとあるように毎日毎朝神の側を選び続ける生き方を継続している限りは 決して過ちに陥ることはないという約束が与えられていますこの勝利の体験を積み重ねていくことが「あなたは救われていますか?」の答えとなってくるのではないでしょうか神の言葉の中には無条件の選び「ひとたび恵みによって選ばれるならいつも恵みのうちにある」というようなことはない。 もし魂が救われるとすれば受け入れるべき真理がある神の戒めを守ることはそれを受け入れる者にとって永遠の命であるしかし聖書はひとたび命の道を知り真理を喜んでいた人々が廃墟によって堕落し失われる危険があることをはっきりと述べているそれゆえ日ごとに神への確固たる 悔い改めが必要なのであるここに救いについて非常に明確に記されていることは「一度救われた何か奇跡的な体験を持ったからといって永遠に救われているわけではない」ということです。また「神に許された平安な気持ち」や「自分は罪から解放された」という気持ちを持ったからといってその人はもう救われている というわけでもありませんなぜなら晩年のモーセや人時代のペテロのように気が抜けた瞬間にいつでも罪を犯してしまう可能性があるからですしかしもし本当の意味で私たちが救われたいと思うならばそれは日ごとに神への確固たる悔い改めとそれによって 許された状態をさらに継続する意思が必要となるのですそして神に願い求める精霊の助けによって罪人という事実はあっても再び罪を選ばないという罪への勝利を得ることは可能なのです私もこのような意思を持つまでは同じ罪を何度も繰り返していましたそして 何度も悔い改めるうちにだんだんと罪に対してある種の慣れが生じて罪を犯すことに何の抵抗もなくなりましたまさにイエス様は悔い改めれば何度でも許してくださるだろうというあがないを軽視する思いにとらわれていましたしかし聖女の学びをするようになり大いなる犠牲を含むすべての役割をたった一人で 担っておられるイエス様の救いの完全な秩序を知って驚嘆しその大いなる犠牲の功績のゆえに悔い改めた罪を許し清いものと見なしていただいたその状態を決して無駄にしたくないという思いを持つようになりましたそして精霊の助けに素直に応じるならば神の助けによって罪に勝利することができる といいう約束を信じて取り組んでいますしかし本音を言いますといつ自分がまた罪を選んでしまうか自分自身が信じられない部分はあります人パウロですらそのような状態であったと証しの文に記されてありますパウロは悪い傾向が自分に力を及ぼさないようにいつも用心していた 彼は自分の食欲や情欲や悪い傾向を警戒していた永遠に救われるための精霊の勝因はマナーのように毎日求め続ける必要があるのではないかと思いますそれが贖いのご計画における神の招きと選びを自分の選択によって確かなものにすることだと思います 私は今回のお話のテーマである「あなたは救われていますか?」との質問に対して謙虚になって次のように答えたいと思います。私がキリストの十字架の功績と精霊の助けによって罪を選ばない生き方を実践する限りは神の憐れみのうちに救われ続けています。どうぞ共に 罪に勝利すすする経験をを重ねてていいいいききたたと思いままそれでは一言お祈りをさせていただきます愛する天のお父様今回は救いというテーマで皆さんとご一緒に考えることができました非常にこの救いという概念はシンプルでありながらもまた奥が深いものであります私たちがどこから出てきて そしてどこに向かっているのかそしてその先に救いはあるのかこれは一人一人の選択によります決してあなた様が世の初めからお一人お一人を救われるものと救われないものをすでに選んでおられたわけではないことを信じますしかしそれだけ私たちには責任が生じております聖書の儀式の中に表されたあなた様の犠牲とそして中保の働きによる 完全な救いの道を見た時に学んだ時に私たちは驚嘆しあなた様の犠牲の功績によって清いものと見なしていただいているこの状態を決して無駄にしたくないと思いますそれゆえに罪を重ねることを拒み罪に同調せず罪にふけらずそして罪に勝利する体験を日々集めていきたいと思います どうぞその証しにみなぎることができますようにそして罪から遠ざかってあなた様のみなにご意光を聞くことができますように私たちをどうぞ作り変えてくださるようお願いいたしますこの祈りを感謝して救い主イエス・キリストのお名前を通して見舞いの下げいたします。アーメン